ネイネの藤川です。今回こちらの住宅を担当した2人に紹介していただきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。設計をする中で何か気を使ったことだったり考えたことってありますか？やっぱり玄関っていうのはお客さんだったり、はい、まあ、自分たちが帰ってきた時に一番最初にこう通る空間になるので、はい、丁寧に綺麗にしつらえるっていうのは普段の設計から気をつけています。はい、この奥リビングに通じてるんですけれども、見えすぎないように一旦じらすじゃないですけど、この先の展開をワクワクさせるような半透明の格子の扉をデザインさせてもらいました。特に今回のお客様に関しては、お家の中で見せるお部屋と見せないところっていうのをしっかりと分けたいっていう強いご希望がありましたので、はい、今通ってきた玄関が見せる玄関になってまして、はい、また実は別で家族用の玄関っていうのを設けています。毎日のことなんで散らかりやすかったりするじゃないですか、はい、まあ多少散らかっててもお客さんの目には入らないんで、はい、結構そういう人を多く見切れたいっていうような要望がお客様にはかなり有効な方がありますよね。赤天井にすることで空間にどんなことが起きるのかとか、いいことがあれば教えてください。はい、このお家は高天井になっているところが3メートル40センチになっています、うんうん、はい、広い空間、広い LDK にしたいっていうご希望もありましたので、はい、ダイニングの周りを高天井にして、はい、広い空間を作った中でリビングを下げたっていう考え方。なるほど。やっぱり座って過ごしたりとか、はい、お子様小さい家とかって、うん、ソファーがあったとしても結構床でゴロゴロしたりとかしますよね、はい、そういった時に天井が高いと間が抜けるというか、うん、落ち着いた感じには、はい、ならないかなと思って、でリビングに隣り合わせで畳コーナーを作ることでよりゴロンとできたりとか、はい、家族の生活スタイルに合わせて天井高を変えるだけでもやっぱり空間の雰囲気が変わったりするの で、我々としても天井高の設定で空間の質を変えたりっていうのはとてもよくやる手法かなと思っております。それでは今回高天井の部分にとても素敵な置物が飾ってあるんですけれども、これは何か考えられたんですか？奥様のお気に入りのカフェがあるっていうふうに教えていただいて、で普段設計考えるときにお客様がどんなの好きなのかなとか設計しているんですけれども、その手がかりとしてこう私もそのカフェにジャンプしに行って、そのカフェが結構和小物とかいろんな洋風な小物とかいろんなものが飾ってあるような、とても雰囲気のいいカフェだったんですね、はい、お着物を飾りたいっていう希望があった時に、はい、ちょっとそのカフェを参考にしながら、こういう広い壁にこうあえてここに着物飾るんだよっていう風に着物飾る場所を設けて、で照明ももうそのために設計しているので、ここは一つなんだろう、お客様の特徴というかキャラクターを表すような壁になってるんじゃないのかなって思って、私自身もすごく気に入っています。ぜひですね、ネイネの家作りの中でもやはり窓はこだわった部分がかなり大きいので、今回の住宅この窓をやる上で何か考えたことだったり教えていただけますか？はい、ちょっとこちらのうちの窓見てみましょうか、はい、こちらのうちの窓は、うん、LDK 広い空間でダイニングの高天井に対してこのワイド感のある大きな窓を設計させてもらいました。こう真ん中で引き分けになるので全部開放するとすごく気持ちいい風が入ってきて、はい、一体感が感じられるように考えています、はい。こちらのお客様のお家に関してはお庭っていうのもすごくこだわっていきたくて、室内から見せるお庭切り取る役割としてこの窓の大きさ高さっていうのを考えさせてもらいました、はい、大きな窓にしたいっていうのはよくあるご希望なんですけれども、この窓をあえてこの高さを1800、1メートル80センチに抑えさせてもらってます、はい、窓って開けるっていう考え方になりがちなんですけれども、実はこの残す壁っていうのも同じぐらい大事だと思っていて、で今回はあえてさっきの高天井にもつながるんですけれども、はい、この残った壁のことを意識して窓の高さを1メートル80センチに
させてもらいました、はい、このお家に関しては美術館のような室内、うん、こうお庭がこう作品になるようにこう背景をしっかり壁で隠したりっていう風な高さとかもちょっと模型など作って検討したんですけれども、やらせて設計させてもらいました。今回この置いてる石、これ鳴門石って言うんですけれども、県外にあるご実家にこう置いてあるこの石を使いたいっていうご希望があって、庭師さんと相談をして、こうここならではのこのお家ならではの提案、まあ面白い提案を考えてもらったっていうふうになります。こう大変だったんですよ、ご実家まで行って庭師さんと一緒に県外のご実家まで行って、お庭掘り起こして石をトラックに積んでここまでやってきました。もともと鳴門石っていうので徳島からやってきた石が今は一の方、そうなんです、はい。そのストーリー性もとても面白いかなって思ってます。このそうですね、お客様との関係性の中で一緒に作り上げていったものっていう意味で、本当にそうです、素敵だなっていう感じで、面白いなと思いますし、はい、まあ、この家ならではなお庭がそういうお客様とのやり取りの中で生まれるっていうのがとても名家らしいなと思います。住宅設計する中でですね、キッチンって毎日使う場所で、その家庭ごとにいろんな形、お好み違ってくるんですけれども、今回このような形にした何か理由だったり設計で考えたことを教えてください、はい、ここ造作キッチンといって、はい、システムキッチンではなくて、うん、このキッチンも一から打ち合わせして設計を私の方でさせていただきました。奥行きを深く取ることで、こちらカウンターに、はい、しっかりあります、ね、やっています。毎日のことがスムーズになることもとても重要だと思うので、こちらの引き出しの貼り付けとか、あとは水栓とこの IH コンロの距離とか、そういったのは本当に数センチ単位でお客様と使い勝手を相談しながら決めていきました、はい、すごい細かいことなんですけど、ここの残りの寸法とか何回も変えた記憶が、はい、あります。そうです、ね、洗ってちょっと置けるか置けないかってすごく大事なの で、はい、造作キッチンだとこういったところもきめ細かに設計させてもらえるのがすごくいいかなって思っています、はい。まあ、設計士として家を作る上で何かこう苦労したりとかですね、はい、まあ、エピソードなどあれば教えてほしいなと思います、はい、そうですね、やっぱりお客様一人一人こうやっぱりキャラクターが違いますの で、はい、その打ち合わせの仕方っていうのもいつも一緒じゃないんですね、お客さんが不安に思ってることとかやっぱり初めての家作りの方が多いので、はい、その不安を払拭しながらやっぱり打ち合わせはしていくんですけれども、どうしてもこれから一緒に作って目に見えないもの、実体のないものをこう一緒に考えていかなきゃいけないので、はい、できるだけ分かりやすく伝える努力っていうのはいつも心がけています。こちらの住宅住まわれても半年ほど経つんですけれども、はい、まあ、設計した立場としてお客様からどんなことか感想とか聞いたりしてますか？ご夕飯にこう誘っていただいたりとかでこう何度かお会いして、はい、いろんな感想を伺ってるんですけれども、はいはい、せっかくなので今そちらにお客様がここに住んでるお施主様がいらっしゃるのではい、ですね、さっき菊池さんも言ってくれた通りで、やっぱり家族だったり友達を呼んでご飯食べるというのが好きなので、うん、そういった時にこの広い空間でこのテーブルだったりそこのダイニングでそのまま食べたり飲んだりすることもあるんですけど、うん、みんな非常に和気あいあいとできて、うん、で外も眺めながらすごいいい雰囲気で生活できてるなと思います。もう同じことなんですけど、はい、まあ、来客が多い家なので、うん、人が集まった時に、うん、みんなが過ごしやすい空間にしていただいたことが本当に嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。今回の動画いかがでしたでしょうか？また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。